はい、今日はですね GoPro のハウジングが何本ぐらい使えて何本ぐらいになってくるとボツってくるのかということをちょっと解説したいと思います。これがまあ昔使ってたっていうかまあダメになっちゃったハウジングで、こちらがまあ新品に買い替えたハウジングですね。でこのセットがいつも私がまあ本気で GoPro で撮影するときに使うセットで、まあ、あの水中で色を出すためにはライトで足す必要があるんですね。あの水中っていうのはですね、あの浅い水深5メートルぐらいまでだったらいいんですけど、それよりも深いところに行くとどんどん色が失われていきます。で本来の魚の色とか、ね、生き物の色を出すためにこうねライトをつける必要があるんですが、まあそれが2灯をつけてます。でこれがあのレンズですね。水中に入れるとですね、照射角が狭くなるんですよね、屈折率の違いで。なので GoPro 本来の広い広角にするためにこのレンズ概要欄に書いてありますけど、つけてます。でもう一個これはですね接写用のマクロレンズ、ここにこうホルダーがあってここで取り付けて使わない方をこうつける。こちらにも、まあ、下に書いてありますけども、まあ、寄れるレンズですね。はい。こういうレンズもあるので、こういうふうな形で私は水中にいつも持ち込んでいます。ね。で、毎回このシステムで持っていくわけじゃなくて、簡単な時はもう、ここにもう一個、今日持ってきてないんですけど、こうアームがついたやつを常にこう、持ってます。海に潜るとき。なんでかって言ったら、お客さんとガイドで潜るときはさすがにね、このシステム持ってったら邪魔なんで、こう簡単にここに持ってって、例えばマンボウがいたらポコって撮るとか、ウミガメ出たらパッて撮るとか、そういうことができるんで、しかも GoPro ってかなり高画質で撮れるので、私は常にこのダイビング、仕事のときも GoPro 持ってってます。で、ただ私はやっぱり年間通してかなり本数潜るので、やっぱりこのねアクリルの安い樹脂のハウジングだとやっぱりボツがきます。でそれがね何本ぐらいから来たボツってきたかなと思ったら、今年のねまあ年初ぐらいから使い始めてるんですけども、300本いかないぐらいですかね、300本ぐらいですかねぐらいからやっぱりこうダメになりますね。でGoPro って、あ、これですね。まあ、今私が使ってるのはこの GoPro 10なんですけど、GoPro 10は、このハウジングに入れて、ね、GoPro 10をハウジングに入れます。で、7とか古いやつは、このレンズを取んなきゃいけないので、万が一このハウジングの中に水が入ってくると、まあ、GoPro ボツっちゃったんですけども、この10とかのやつはあ、ついてる水がまだ濡れすんだ10とかのやつはこのまま入れられますので、万が一こうハウジングに水が入ってきても、ハウジングに水が中に入ってきちゃってもカメラは水没することないので、まあ、カメラは生きてます。ただじゃあそれじゃ使い続けられるじゃんってことになるんですけども、水が入ってくるとだんだん中がねハウジングの中が曇っちゃうんですよね。そうするとどうなるかって言ったら、最悪ここのファインダーのところ、ファインダーじゃないや、レンズのところが曇ってきちゃうと、あのちゃんとした映像が撮れなくなっちゃうんですよ。曇った映像になっちゃうので、なので私は、まあ、大体300本弱でしたね、まあ、それ前から少しずつ入ってたけどそんな曇ることはなかったんですけど、ちょっとこの前ぐらいから曇り始めたので、この新しい方のハウジングを買いましたね。で別にこれ使っててもいいんですけど、曇る可能性があるので買い替えたということです。で私このまた新しいハウジングは純正を買うんですね。Amazon とかでパチモンの1800円ぐらいで、GoPro 用のハウジングって売ってるんですけど、純正は確かね7000いくらとかするんですね。かなり高いっていうかね、パチモンに比べて高いんですけども、この純正じゃないとこのですね
レンズとかを取り付けることができないんですよ。これはね、概要欄にここにも書きますけども、イノンっていうメーカーから出してる、あ、なんていうの、レンズホルダーじゃない、なんてちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい。これね、これを純正のハウジングにこういう風に取り付けると、おっつかない、はい、取り付けて、まあ一応これで固定するわけですね。はい、でこのアダプターがないとこういうレンズが付けられないんですね。でこのレンズがないと、まあいろんなこうデメリットがあるんで、でこのレンズつけた方がね、いろいろね、こうマクロで寄れたり、もしくは画角が広く撮れたりするんで、私はこのレンズを使ってますね。はい、なのでもしね、曇ってきたり水が入ってきたりしたら、買い替えた方がいいと思います。まあ、大体300本とか、まあ、私みたいに毎回ね GoPro 持ってってる人ってなかなかいないと思うんで、まあ、こんなボロボロになる方も少ないと思うんですけども、まあ、普通の人だったらね、まあ、3、4年は持つんじゃないかなと思います。で最後に、こうするとボツりづらいよ、メンテナンス方法、長持ちさせるためのメンテナンス方法をお話しします。基本的にどのハウジングっていうか水中ケースもなんで防水してるかっていうと、ゴム、オーリングって言ってね、ゴムでここで水の侵入を防止してるわけですね。でここ甲に入れるときに擦れるんですよね。ギュッてこう圧着されるわけです。それで水が入ってこないんですけど、で毎回毎回こうやって開け閉めしてるとここがね擦れてくるんですよ。なのでここにね薄くグリス塗ってください。薄くグリスね、いいですか。で薄くグリス塗るとここの締めるときにこうスッていくんで、ゴムがダメになりづらいです。私ねあんまりグリス塗ってなかったんでめんどくさくて、でそうするとゴムが乾燥してこうギュ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 ってこうね、なんて言うんだろう、すれちゃうわけですね。そうするとここがガビガビになってます。ちょっと見えますかね、貼らないですかね、ガビガビになってくるんです。そうすると水が入ってきますので、そうならないためにはグリスを薄く塗ってあげてくださいね。どのぐらい塗るかしたら、単純に潤滑油なんで、こうぬめっていうかなすればいいです。すってで、どのぐらいの頻度で塗るかしたら、そうですね、まあ30回に1回、30回使ったら1回ぐらい塗ってあげればいいと思いますね。逆にね、塗りすぎてダメになってる人私すごい見てます。塗りすぎるとどうなるかっていうと、ゴミがつきやすくなるんですよ。でゴミがついてそれでこう蓋してもより入ってきますからね。ゴミがこのパッキンのとこにあるとよりゴミ入ってきますから、なんで注意はまずはもちろんゴミがないってことを確認して、グリスを薄く塗ってあげて潤滑してあげてください。それでまあ開け閉めすれば、ハウジングも長持ちしやすいし、水没のリスクも低くなると思いますね。はい、なんでまあ GoPro の純正ハウジングがまあ300本ぐらいいくともうダメかなっていうのが私の感想で、なおかつまあちゃんとグリスアップすると長持ちしますよっていうお話でした。で GoPro ってすごく綺麗な映像も撮れます。これもうね、実際ね、日本のテレビ局のドキュメンタリー番組使ってる、撮ってる、制作してるチームも GoPro 使ってますし、まあ例えば海外のね、有名なドキュメンタリー番組でも GoPro でも映像を使ってます、ね、そのぐらい素晴らしいカメラなので、まあね、皆さんもですね、こう気軽にこんなちっちゃくてね、いつでも持ち運べますのでね、ぜひ GoPro で美しい映像を撮ってね、シェアすると楽しいんじゃないかなと思いまして、私ながらこういう映像をちょっと出してみました。はい、今日は以上です。最後までありがとうございます。